よいしょ。今日は比嘉農園様に来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、愛知県北名古屋市で、夫婦2人でお野菜を育てる農園をしております。比嘉農園の比嘉正道です。比嘉さんと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではインタビューに移らせていただきます。比嘉さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？そうですね、未来へ種をつなぐっていうのを信念に持って活動しております。で、具体的には地元のお野菜を食卓へ、自然をより身近な存在へというのを掲げてやっております。あ、失礼いたしました。はい、自然をより身近な宅へというところで、もう少し詳しくお伺いしてよろしいですか？そうですね、なかなかこう日常的に自然を感じる機会が減ってきたんじゃないかなと思うんですけども、やっぱり、道路が整備されたりとかして土がコンクリートに変わることがやっぱ年々増えてきているので、みんな土に触れる機会が減ってきているので、そういう土とこう人がつながれるような環境をご提供できたらなと思って、イベントを開催したりとかしております。例えばちょっとどんなイベントを開催されてますか？イベントは月に1回必ず、何か、土と触れ合う体験ができるように計画しております。例えば今が1月だと人参がとても美味しくなる季節なんですけども、そういうのを、畑に来て収穫してもらって、で水でさっ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 と洗ってそのままかじってもらって新鮮なお野菜を食べてもらう、収穫から食べるところまでをこう味わってもらうイベントをしてみたりとか、夏だったらトウモロコシをこう取ってそのまんま食べてもらうとかあとは食べるだけじゃなくてこう苗を植え付けたりとか、キャベツの苗を植えたりとか人参の種をまいたりとか、そういうのも月に1回だけなんですけども、いろいろその時期にあったこう農業体験を、計画し、農業体験をイベントとして開催しております。あ、なるほど。なんかこう野菜を育てるっていう表現じゃなくて、こう土と触れ合うっていう表現がすごい合ってるなというふうにお聞きして思ったんですけども、その土と触れ合うっていうのを意識されてるのって何か理由がありますか？土と触れ合う、僕が昔土と触れ合ってたっていうのもありまして、で、去年野菜を育てる農業塾っていうのに通いまして、でそこで触れてみてなんかすごい心地が良かったので、で自分がそこでハマっていって、こういう体験をみんなに広めたいなっていう気持ちから、その野菜をただ届けるだけではなくて、土と触ってでお野菜も届けれたらいいなと思っております。なんかすごい心地よさが伝わってきました。ありがとうございますはい、じゃあ2つ目の質問に行きます。ではそれを具現化するためにどんな目標や計画を立てておられますか？そうです、土と触れ合う目標として、月に1回定期的に開催する農園というのを認知してもらって、そういう機会を作るという目標を掲げております。なので今のところ月1イベントは当初から続いております。
あとはその月1イベントだけだと、やっぱり人数制限だったりとか、日程が合わない方とかもいらっしゃるかもしれないので、年間通してこう土に触れ合う場を提供するべく、体験農園という、その自分でお野菜をまあ育てる体験をしてもらっております。どういうことかというと、まあ、畑のをまあ区画で仕切って、でこちらはまあ A さんの畑で、年間種まきから草取りから収穫までをまあ一括してやっていただくというのを運営しております。で、まあ、自然をまあより身近な存在で感じてもらえるこうものをまあ増やしていく。で、もう一個が地元のお野菜を食卓へというところなんですけども、まあ、今無農薬で育てておりますので、世の中に無農薬野菜というのはなんか1%未満しかないと聞いたことがあって、0.4%とかだったかな、確か。なんかそのような指標がありまして、でもまあ僕は無農薬で育ててみて、すごいなんか美味しく感じたので、こういう美味しい野菜をまあもうどん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 こう広めていけたらなと思っております。で、今僕の住んでるところが、住んでる町で、僕がまあ農業をやり始めて、5年後にはその、まあ、この新鮮なお野菜を消費するパーセンテージを1%に上げたいなと思っております。街の中でね。市内で、まあ、日本全国ではなかなか影響力はないんですけども、まあ、僕がまあ就農してる市で、パーセンテージを1%まで5年後に上げる目標を立てております。そうするとまあ地元のお野菜が食卓へ並ぶことが達成されるんじゃないかなと思ってます。北名古屋市でしたっけ？あ、そうです。僕ら北名古屋市。じゃあ、北名古屋市のブランドが、お野菜のブランドができるっていうことをイメージされてる感じですかね。そうですね。まあ、そこまで具体的に意識はしてないですけども、まるまるの野菜っていうブランドができたらいいなとは思っております。それが必ずしも、もう僕が育てた野菜ではなくて、例えば、まあ、八王子だったら八王子のお野菜とかで、バッとシェアが広がっていったらいいんじゃないかなと思っております。まあ、それが地産地消っていうことになるんじゃないかなと思うので、ですね、地産地消ってまあ言ってもなかなかこう地元の野菜が手に入らないこともあったりすると思うんですけども、まあ、そこら辺をまあこう、まあ、北名古屋市もそこまで地産地消が進んでいる町ではないので、まあ、僕が地産地消をまあ掲げて1%にまずして、ちょっと結果を残して、そういう流れをまあ日本全国だったりとか世界の方にまあ広げていけたらいいなとは思っております。なるほど。じゃあ、パイオニアとしてやっていくっていう感じですね。まあ、でも全国探せばいらっしゃるとは思うんですけど、まあ、身の回りではまだいないので、そうですね、パイオニアかもしれないし、まあ、先駆者はいるかもしれないです。楽しみです。はい。では、3つ目の質問をさせていただきます。じゃあ、その目標や計画に対して、現在、どのような活動指針を持って活動されていますか？そうですね、活動指針としましては、まあ、まずお客様、まあ、人様の笑顔をまあ追求するということ、あとはまあ、持続可能な農業を追求する。で、まあ、ちょっと前後しちゃいましたけど、お客様のその安心感だったりとか感動をまあ提供する。あとは多様性を尊重する。まあ、我々も含めて、皆様の健康を追求するを活動指針として活動しております。なんか体の健康だけではなくて、その、お、そのお、
お野菜と出会った方の心の方の健康もなんか意識されてるように思うんですけども、なんかそういったことなんかイメージとかされてますか？イメージはまあ、もともとが僕がその心が健康なのが一番幸せじゃないかなと思って生きてきたので、もしかしたらそこら辺が伝わってるかもしれないですね。ホームページもですし、動画とか拝見させていただいたんですけども、やはりその場がすごく明るくて、なんか優しい場だなっていうふうに、っていうのが伝わってくるんですよね。なんかやっぱりなんかそれを意識されてる感じがしまして、ちょっと聞いてみたんですけども。この辺もしかしたら無意識かもしれない。意識的ではないのかなとは思いますけど、なんか自然体で。やっぱりその心の健康を追求されてたのが、そのまま自然体として現れてる感じがしますね。ありがとうございます。ちょっとそうですね、そこのことをもうちょっと深掘りしたいなって思いますけども、まあ、それがちょっと質問4と5につながっていくのかなと思いますので、じゃあ、質問4に入らせていただきます。はい。では、そもそもその夢やビジョンを持つきっかけは何だったのでしょうか？そこにはどんな気づきや発見、出会いがありましたか？そうそうそう、つながってきますね。もともと人を、ね、笑顔にするのが、まあ、生きがいというか、なんか心地よかったので、で、まあ、それがもともと僕の中にあって、で、去年2年前か、2019年に有機農業というものに出会って、でそこで、まあ、大変さだったりとか、楽しさだったりとか、まあ、農業の大切さとかを学んで、で、まあ、あとは、まあ、一番なのは美味しかったんで、美味しさをまあ味わって、まあ、胃袋がこうキャッチされたというような感じで、食 欲がこう、ね、完全にかきたてられて、で、こういうのをまあ自分でもまあ育てて、一番新鮮なやつを食べたいなっていうのがまあまず始まりで、で、それをまあ家族に食べてもらいたい、身の回りの人に食べてもらいたいっていうので、まあ、どん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 こう広がってきて、で、独立してもっと多くの人にその感動を伝えたいなと思っております。まあ、それがね、より多くの笑顔をまあ生み出せるんじゃないかと思って、まあまあワクワクして毎日やってます。そうですね。ちょっとこのインタビューを始めさせてもらう前に、3つの T っておっしゃられてたと思うんですけども、その3つの T についてお伺いしてよろしいですか？そうですね。3つの T っていうのを、まあ、心がけて日々活動してて、来てくれた人たちにはお伝えしてるんですけども、農業の大変さだったりとか、農業の大切さだったりとか、農業の楽しさ、まあ、ここ全部大変さ、大切さ、楽しさで、まあ、T なので、まあ、わかりやすいかなと思って T、3つの T を、まあ、何かにこう込めて、影響を与えられたらいいなと思ったで、この3つの T っていうのは、農業に限らず、日常的にも全てに、まあ、当てはまるんじゃないかなって思ってもいるので、そこら辺を、まあ、皆さんがこう受け取って、まあ、農業とは違うところで、そこら辺の T を見つけたりとか、広めたりしていけたらいい世の中というのか、まあ、笑顔が増えていくんじゃないかなとも思っております。そうですね。3つの T を見つけるっていうのは大事なことだなと思って聞いてまして、その3つの T を見つけるためには何を心がけたらいいとかっていうのはありますか？まあ、なんか背景を見るようにしたりとかすると見つけやすかったりするのかなと思います。やはりまあこうスーパーに行って、例えば、まあ、キャベツを買って、まあ、お母さんが買う人が買ってきて、
で食卓でキャベツが並んででみんなが食べるっていう形で、食べる人っていうのは、まあ、キャベツを食べるだけで終わってたらなかなか気づきにくいとは思うんですけども、食べる人がその背景、まあ、お母さんがスーパーで買ってきてくれたっていう背景を見たりとか、そのスーパーに並ぶまでにこういろんな人が関わってきたっていう背景を考えたりとかしていくと、まあ大変さもまあ想像できたりとか、だけどそこの人が関わってきてくれたおかげで、まあ僕が自分が食べれてるんだっていう、まあ大切さだったりとかも気づくこともできるだろうし、でその中でこう関わってきた人がやっぱり何か意味を持ってやってると思うので、そこにはまあ生きがいというのか、まあ、楽しさっていうのも、まあ楽しさっていう面も当然あると思いますので、そこら辺もまあ背景を見れば気づけるんじゃないかなと思っております。これは、このズームレッスンでも、この技術を、ね、開発した人に対してもまあ当てはまったりするんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。もあるし、こうやっていろんなこう価値を共有する大切さだったりとか、ただまあこのシステムをね、開発するには相当大変だっただろうとか、まあ、いろいろ探せばいっぱい出てくるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。では、最後の質問に入ります。では、その背景や出会い、すいません、失礼しました。その発見や気づき、出会いの背景には、どのようなこの心の決断がありましたか？この結論というと、まあ、これだっていう感じだったんですけど、もともとやっぱその、みんなにこう、人をまあ笑顔にできたらなと思って生きていたんですけども、それがやっぱり、まあ、一緒に時間を共有することだったりとか、まあ、お話、コミュニケーションをとって、まあ、一緒に楽しんだり、悩み相談を受けたりとかっていうところで、まあ、笑顔にしていたんですけども、そこにこう、まあ、お野菜というものだったりとか、こう土と触れ合う体験っていう、まあ、武器というのか、そういうものをこう掛け合わせていけると思ったので、これだと思って、こういう活動をしたいなと決断して今に至ります。なんか、そうですね。奥様がすごい笑顔が素敵なんですけども、その決断をされた時に、こう、その笑顔にさせたお一人じゃないかなってちょっと思いまして。そうですね。そうですね。まあ、主人はなんかこんなに、なんか大変なことも楽しいことに変えちゃうような、そういう、こう楽しい人なので、私だけじゃなくて、こう農園に来てくださるお客様だったり、ね、イベントに来てくださる子どもたちにも、まあ、その旦那さんの、なんでしょうね、まあ、笑顔の、まあ、笑顔というか 一緒にいると本当に笑顔になっちゃうような人なんじゃないかなと、まあ、家族的には思うので、私は幸せですね。みんながこう、なんて言うんだろう この人に出会えてというか いや、まあ、なんかお恥ずかしいですけど。お恥ずかしいことを言いましたね いやー、ちょっとすっごい幸せなご夫婦だなと思って まあ、主人だけではなくて、その畑にいると畑に助けられることもすごく多くて、畑ってただそこにいるだけで、なんかこういつもは感じない四季折々の畑の色だったりとか、風の音とか天気のこととかも、いつもはそんなに感じないけど、畑にいると感じるみたいなことって結構多いそうよですね。ね。なので、そんなこう畑と、農園主さんが一緒になるとやっぱりいいなと、なんかこう傍から見ていいと思います。そうですね。なんかこう、自分が周りをこう笑顔にしたいっていう思いっていうのが、なんかこう、自分もなんか周りからもらってるものがあるっていう、こう自覚があるから、なんかそれを返したいっていう思いもあるのかなと思って聞いてたんですけども。あるかもね。そうですね。うまあ、ん。親からね、
受けた愛情とかも大いにあると思うんですけど、うん、はい、なんか周りからはそうですね、結構笑顔をいただいてたりとかしますし、うん、まあ、僕がこう、まあ、元気ないときは笑顔をもらったりとか、僕が元気ないときは笑顔をこう、まあ、振りまくなんて言葉がちょっと出てこないんですけど笑顔にしてみたりとかやっぱいい波が人間あるかなと思うので、そういうのは、はい、自分が元気な時はもう元気をこう分け与えたりとかいいこうコミュニティがあったりするといいなと思ってますので、で、まあ、僕はまあ育ってきた環境がそうだったのかなと思っております。なので、まあ、そこをまあ世の中に広げていけたらいいなと思います。はい、なんか私もそのような関係性が広がってきたら本当に日本も世界もどんどん笑顔になって変わっていくんだなっていうふうに思いました。はい、では、はい、では質問は、はい、以上になります。はい、では皆様に何かメッセージがありましたらよろしくお願いいたします。はい、なかなか恐縮でございますけれども、まあ、こういうご時世でなかなかね、みんなうまくこう活動もしづらい状況だったりとか、なんか暗闇がね、あったりとかするかもしれないですけども、まあ、僕は農業をやっていて、その無駄なものはないっていうことをまあ強く思っております。やはりまあ、皆さんというか、まあ生き物すべてが、何か役割を持ってこう生きているんじゃないかなと思っています。まあ、世の中にはね、害虫とか、その病気とかで、その野菜がこう虫とか病気に侵されちゃうから、こう農薬で対処することもあったりするんですけども、まあ、虫さんたちも結構役割を持って畑に、まあ、畑に限らず、まあ、地球に存在してたりしますので、そこら辺がやっぱ有機農業やってるとこう生物が多様なので、いろんな生き物たちに助けられてこうこのキャベツができているんだなっていうのがもうすごい気づくことがあるので、そこはまあ人間界でも同じことが言えると思いますので、まあ、やっぱちょっと落ち込む時とかあったとしても、まあ自分はまあ何か、ね、役割があって、まあ、この世にいるんだっていうことをまあ思えるような世の中になればいいなと思っております。やっぱ周りにはこう塩見さんみたいな活動されてる方もいらっしゃいますので、まあ、そういう方にこうちょっとね、辛かったら頼ってみたりとか、逆に元気だったらパワーを与えたりとかして、こういい環境づくりができたらいいなと思っております。僕はまあそれをまあ北名古屋市の力、農業をまあ通じて行っております。多分皆様のその地域にもそういう活動されている方がまだ今は日の目を浴びてないかもしれないですけど、やってるかもしれないですし、まあ今後やっていく方がいると思うので、そういうところとまあうまく付き合って助け合っていくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日は比嘉農園の比嘉正道さん、比嘉沙羅さんのご夫婦にインタビューいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。